ラジオライブでお送りするセッション80、今日はスイッチエンドヒップアンサンブル、ゲストにトランペット岡野仁志、以上の皆さんをお迎えしております。ご機嫌いかがでしょうか。司会の牧岩正夫です。アシスタントの有坂直美です。はい、どうぞよろしくお願いいたします。さて今夜も NHK505 スタジオのセッション80、出演はサックスの中村誠一さんを中心とした誠一エンドヒップアンサンブルとトランペットの岡野仁志さんです。それではメンバーを紹介しましょう。サックスリーダー中村誠一、ピアノ増田美希夫、ベース小平幸男、ドラムスルイス・ディ・アンドレイド、ギター秋山和正、シンセサイザー牧口和志、以上聖剣でヒップアンサンブル、そしてゲストトランペット岡野仁志。では早速オープニングから参りましょう。ウルフのテーマ、
ずはウルフのテーマをお送りいたしました、はい、今日は中村さんのオリジナルを中心にお送りしていきます、はい、ヒップアンサンブルというわけですけれども、ユニークなグループ名ですね。先ほど聞いたんですね、はいはい、そうしたら生かしてるとか、ええ、カッコマンとかそういう意味の言葉で、例えばバスト、そっちのあのヒップじゃないんです。これじゃないんですか。そうじゃなくてかっこいいって意味。なるほどね、はい。そしてまた中村さんはこの7月まで、ニューヨークに約2年間滞在いたしまして、はい、帰国されたわけですけれどもね、はい、それでは続いては今度そのニューヨーク滞在中の印象をもとに作られたナンバーをお送りしたいと思います。フレンチダンサーズ。
サンドでした。フレンチダンサーズでした。続いては今度は新曲をお送りいたしましょう。先ほど番組が始まる前にタイトルが決まったばっかりです。マッコイズムード、マッコイの雰囲気で。
サックス新宿育ちの中村誠一、ピアノ大阪出身増田美希夫、ベース埼玉和光市出身小平幸夫、ギター浅草生まれ秋山和正、シンセサイザー新潟出身牧内和志、そしてドラムスポルトガル系アメリカ人三軒茶屋のルイス・ディ・アンドレイド、そしてゲストトランペット目黒の岡野仁志というわけで、ライブのステージでは中村さんがこういう感じでメンバーを紹介するんだそうです。あ、そうですね、はい、なんかすごいいろんな出身の方が集まって、そうですね、今まであんまり出身地っていうことに
こう気をつけてるのもね、ないわけで、なんかまた、非常にユニークな感じがいたしますけれども、今の新曲タイトルが決まったばっかりですけれども、はい、マッコイズムード、マッコイの雰囲気で、これもいい曲ですね。はい、それでは続いて、今度はやはりこれもニューヨークで作られたナンバーになっています、 Yourself。Thank you.
さて NHK505 スタジオからのスタジオライブでお送りいたしましており、お送りいたしましたセッション80、今日の出演はセイチ&ヒップアンサンブルトランペット岡野仁志の皆さん、そして司会は牧山沙夫とアシスタントの有坂直美でした。それではラストに中村さんのエレキクラリネットをフィーチャーしたパンク80を聴きながらお別れです。ごきげんよう。